ちの活躍で陽気玉物前は摂政席に封じられた。しかし封印は完全なものではなく、いずれ玉物前は力と体を取り戻してしまう可能性があった。玉物前を完全に封印するには心境の世界に閉じ込めるしかない。しかし玉物前の手にあった心境は、中の世界から英雄たちが脱出した時に粉々に割れてしまっていた。ならば心境が割れる前の過去へと戻り、今度こそ玉物前を完全に封印する。英雄たちは玉物前との戦いをやり直す決意を固める。戻る先は心境の世界で苦い思いをした寛寧、武田信玄、綾御前の過去と決した。英雄たちは今再び時空を超える。ここは間違いねえ。あの女とダッキーにはめられた戦場だ。玉物前はどこかに潜んでおるんだろう。今回はダッキーに惑わされず探し出さんとね。そういえばこの時、剣心をはじめ多くの将が行方不明だったはず。心境を奪えば彼らを救えますか？ええ、心境さえ手元にあれば私が彼らをこちらに呼び戻せます。なら安心じゃな。遠慮なく玉物前を倒しちゃおうかね。敵将、討ち取った。
働きです。砦りでは制圧できたようじゃな。この度はわしも復兵に甘んじてやるわ。一通りの準備はできたかの。どれ、罠にかかりに行こうかね。数が足りんぞ。どんどん送れ。え、何？何なのよこれ。仕方ないな。手を出して。我が輩が直々に相手をしてやる。かかってくれちゃったね。Yeah!
骨ごと噛み砕いてくれ。これぐらいにしたい。よし敵将打ち取った。無駄無駄これぐらいにしといて。敵将無駄ない。削ってきよるわ。こそばゆいこそばゆい。ヒャハハハ。霊の剣刀に念じて引くとしよう。命相も楽しみにしておる。よし。本物の清盛さんほど強くないか。ボイドじゃ。救援すまんの。良きものの不要。無駄死にするんじゃないよ。さすがです。お立場にふさわしいご活躍でした。ちょっとちょっと、これ以上先に行かれると困るんだけど。あの人らを通したらあかんねんな。さあ、うちもやったんで。ありがたいね。無事に帰れたら、馴染みの店でやりましょう。この先に大事な人でもおるのかの。おことを倒して会いに行っちゃうかね。アジャ検証、上杉の気概を見せましょう。今回は前に通りにはいかねえぞ。気をつけられ。あんた相変わらずすごい。一匹の男として言える、頼れるってね。かわいい少女に何さらすねん。なんだか疲れちゃった。バイバイ。この状況に駆けつけた。お前の顔、覚えておこう。愚かしきかな。わらわと争おうなどと。神経をいただきに参りました。もちろん、腕ずくで。加減せずに戦えるかの。わらわの心境が目当てとはね。そちら謎に渡そうものか。なかなかのもの、見込みはあるようだな。良き働きです。真剣な表情見とれてしまいました。俺だけで十分だってのによ。やるではないか。わしの見込んだ通りじゃ。口惜しいわ。わらわが人の子なぞに。わらわの負けよ。これはそなたらに渡そう。いや、
わしらが預かるよ。危ねえ。その手は二度と食われず。て、あ？ん？いなくなっちゃったかね。これは。俺たちの勝利だ。鏡面にひびが入っています。神鏡とはこのようなものなのですか？いえ、違います。この状態では封印の道具として使えません。鏡の亀裂、それは鏡の世界の亀裂と同じにございます。賜物舞をこの神鏡に閉じ込めたとしてもすぐ抜け出されてしまうことでしょう。神鏡の世界で感じた不完全さ、その原因はこのひびだったのですね。で、これからどうする？まさか封印を諦めるとか言わねえよな。割れる前の神鏡がある過去まで戻ってはどうかね。そのためには神鏡が割れた時を特定する必要がございます。うん、賜物前なら知っておるかの。皆で手分けして行方を探そうかね。神鏡の中に閉じ込められた方々は私がそれぞれの領地までお送りしましょう。その時皆さんにも事情を説明し、賜物前捜索への協力をお願いしておきます。面倒だがほっとくわけにもいかねえしな。よし、やるとすっか。うまくいったわ。よかったら受け取って。あなたなら使いこなせると思う。ほう、頑張っちゃったね。おう、さすがだな。さすがよ。わしが見込んだだけのことはある。ほう、やるじゃないですか。上出来だ。うまくいったようね。できますね。おお、やはり成し遂げたか。見事よ。愛と義はいかなる困難も跳ねのけるのだ。